日本より弱いなって思われるのも尺ですけどね。結果でちゃんと示したいなと思いますよね。なんか30日の日起きたら試合できますかっていう感じで、なんでしょうね、やっぱここざわざわするっていうか、いつもなんかいつでも試合できるってこう言ってて受けなかったら、なんか言ってることとやってること違くてダサいなって自分で思ってちょっと動揺してたんで、一回落ち着いて、まあ、またいつ試合のオファーもらえるか分かんないからやろうと思って。気になったことあったら言うし、まあ、できれば言ってもらいたい、まあ、自分の考えとやっぱりみんなが彼見て考えることとかプランニング、自分だったらこう戦うっていうのは違うんで、話聞きながらやっぱりそう、自分だけの視点と人から見る視点って違うんで、自分たちで気づいたこと言い合って良くしていかないと、義務感出してやっていけたらいいなと思うんで、まあ、そういうのを意識してやってます。降りてからやってもいい。アームいける、ちゃんと組もう、丁寧に組もう、相手の映像を見てっていう、その繰り返しの作業が普段だったら 3,4 週間できるのが、まあ、1週間である程度仕上げないといけないっていう、まあ、でもそれ相手も一緒なんで。もともとフェザーの選手でベリンゴンとかニューエンとかノックアウトしてるから、結構なレベル、3回ぐらいにしか一応負けてないから相当なレベルなんだろうなって思いますけど、やっぱ打ち合ったら強いなっていうのと、フィジカルが僕よりある、ストレートとフックが倒せるパンチすごい持ってる、テイクダウンディフェンスと立つ力が強いっていう感じですかね。彼はすごいプレッシャーかけて、逆に来た時にカウンター狙ったり、まあ、自分からもストレートとフックで攻めに来るタイプだから、今までないっちゃないかもしれないですね。前回やっぱりポイントゲームしちゃって、それでまあ負けた時にやっぱり後悔して、今2連敗してるんで、次負けたら、もし勝したらもう声かかんないかなっていう危機感も持ちつつ、まあでもやることは変わらず、自分が持ってる技術でしっかり相手5分3ラウンドかけてしっかり倒しに行くっていう試合見てもらって、多分こうやって作ったんだろうなって思ってくれればいいかな。